こんにちは。歴ショックです。今回は、豊臣政権で御奉行を務め、江戸時代には、広島藩の藩主として活躍した浅野家のその後について紹介します。浅野家は、浅野長政が、豊臣秀吉の妻、高大院の縁戚であった関係で、豊臣秀吉の与力として活動し、大名へと出世していくこととなりました。長政は、奉行として豊臣政権の実務を担い、小田原征伐後には、甲一国21万石を与えられています。長政の息子の浅野義長は、武勇にも優れ、小田原征伐や朝鮮出兵で活躍し、秀吉死後には、武断派の七将の一人として、石田三成襲撃にも参加しています。関ヶ原の戦いにも参陣した義長は、その功績から、紀州和歌山37万石を与えられ、紀州藩浅野家が成立しました。幕末維新では、薩長と並んで、倒幕勢力の中心となるも、一転して存在感をなくしてしまった浅野家。今回は、江戸時代以降、浅野家はどのような道をたどったのか、幕末維新の動乱で浅野家の広島藩はどのように立ち回ったのか、紹介していきます。豊臣一門衆から徳川家の親族へくら替え、江戸時代初期の浅野家。浅野義長は、豊臣秀吉の妻、高大院の甥にあたることから、関ヶ原の戦い以降も豊臣家のために活動しています。豊臣秀頼が徳川家康と二条城で会見した際には、親族として加藤清正と共に警護役を務め、秀頼と家康の対面を実現させるために警備を行いました。一方、徳川家との縁組も進めており、娘の春姫を尾張藩主となった家康の九男、徳川義直と婚約させています。しかし、義長は、1613年に38歳の若さで病死し、弟で備中足盛藩主となっていた浅野長明が後を継ぎました。やがて、徳川家と豊臣家は大阪の陣でついに激突しますが、浅野家は豊臣一門でありながらも、義長が徳川家との縁を構築していたこともあり、徳川方として参戦します。大阪の陣では、紀伊国に攻め寄せた大阪方の番団右衛門を討ち取るなどの功績を挙げたものの、豊臣方は浅野家が裏切ったと流言を流すなど、徳川方で参戦したにもかかわらず、豊臣家に近い存在であると世間では認識されていました。家康も、元は豊臣一門であった浅野家との関係を重視しており、戦後、家康の三女で蒲生秀行の未亡人となっていた振姫を長明の元へ嫁がせました。振姫は、蒲生家に子供たちを残して、36歳の時に浅野家に腰入れ、翌年には長明との間に浅野光明を設けますが、高齢出産であったことから、出産の直後に亡くなってしまいました。振姫の死という悲劇に見舞われながらも、浅野家は徳川家との血縁関係を手に入れ、1619年に安芸広島藩主の福島正則が改易されると、広島藩42万石に加増違法となり、これ以降、浅野家は広島藩主として幕末まで続いていくこととなります。同じ豊臣秀吉の縁戚であった福島正則、加藤清正が改易となり、他にも豊臣恩子の大名は次々と取り潰されていく中、特に秀吉と深いつながりがあった浅野家が、家康の実の娘を正室に迎え入れ、徳川の縁戚として鞍替えを果たしたのは見事と言えるでしょう。赤穂事件にも巻き込まれ財政難に。江戸時代の浅野家。大阪の陣が終わり、徳川政権が安定すると、浅野家は、徳川家との関係を深めることに尽力しました。浅野長明には、諸子として浅野長春がいましたが、長明は、徳川家康の娘の振姫との間に生まれた浅野光明を後継者にします。長春は、師範として三好藩を立藩し、本家を支える立場に回りました。光明は、正室に加賀藩の前田利常の娘で、徳川秀忠の孫娘にあたる舞姫を迎え、徳川家の縁戚としての地位をさらに固めていきます。光明の後は、この浅野綱明が継ぎ、綱明は、摂政、九条道房の娘の愛姫を妻に迎えました。九条道房は、
母が豊臣秀吉の養子にもなっていた豊臣秀勝の娘の豊臣貞子で、浅野家は徳川、豊臣、前田、摂関家と名家の血を次々と引くこととなります。綱明の後はこの浅野綱長が継ぎました。綱長の時代に赤穂浪士の討ち入りで有名な赤穂事件が起きています。赤穂藩浅野家は藩祖である浅野長政の三男の浅野長重の家系で、広島藩としても無視できない存在でした。浅野匠守が江戸城内で吉良上野介を切りつけ、赤穂藩が改易となると、広島藩では赤穂藩の問題が本家に飛び火するのを恐れ、赤穂藩へ広島藩士を送り込み、穏便に開城するように圧力をかけました。さらに大石蔵之助らの討ち入りも阻止すべく、大石側近を説得して名役から脱会させるなど、浪士たちの切り崩しを図っています。もっとも討ち入り自体を止めることはできず、赤穂浪士が英雄化すると態度を一変させて、大石蔵之助の三男の大石大三郎や旧赤穂藩士たちを召し抱えました。赤穂事件に関しては保身が目立つ広島藩ですが、主藩の三好藩とともに赤穂藩の抱えていた借金を肩代わりしており、宴席として面倒事を全て一手に引き受けていたことがわかります。しかし広島藩は赤穂藩の借金肩代わり、そして商品経済の発展により藩財政は苦しくなり、商人からの借金を桁違いに増やしてしまうこととなりました。これ以降広島藩は江戸時代を通じて借金に悩まされるようになります。綱長の後はこの浅野義長が継ぎました。義長は厳しい藩財政の中、広島藩の藩校として現在の修道高校にあたる工学所を設立するなど、人材育成に努めます。義長は広島藩中高の名君と呼ばれており、江戸七賢人として評判の藩主でもありました。義長の時代に浅野家は幕府から仙台藩伊達家との和解を説得されています。藩祖の浅野長政は豊臣秀吉の時代に伊達政宗と豊臣政権の取り次ぎ役を務めていましたが、その多様に不満を持った伊達政宗から絶縁状を送りつけられて以来、浅野家と伊達家は絶縁状態となっていました。江戸城内であっても仲の悪さを見せつける両者を見かねた幕府の林信厚は、宴席の加賀前田家、尾張徳川家を巻き込んで和解を進めます。しかし和解することは先祖への不幸にあたると和解を渋り、最終的には伊達家の中心層が強硬に和解に反対したため、ついぞ和解は達成されず、両家の和解が成立したのは280年後の1994年となってしまいました。義長の後はこの浅野宗常が後を継ぎます。宗常の時代には凶作や延暦寺の修復不振などで財政はさらに悪化しており、宗常は能力に応じた家禄の支給など世襲制を廃止する思い切った改革を断行、悪化の一途をたどっていた藩財政を好転させることに成功します。宗常のこの浅野重明、孫の浅野成方も宗常の改革路線を継承し、絹や油などの製造を推進したため、広島藩の財政は徐々に安定していきました。浅野成方の時代には広島藩に初めて天然痘のワクチンである死痘がもたらされています。広島藩からロシアに漂着した急増によってもたらされ、急増は成方に死痘の効果を唱えますが、成方は信じることができず、広島藩に死痘が広がることはありませんでした。江戸時代末期、浅野成方の子である浅野成隆の時代になると、相次ぐ飢饉により広島藩の財政は再び悪化し、成隆が11代将軍徳川家斉の娘を妻に迎えると、将軍の娘の腰入れとあって出費がかさみ、財政は火の車となってしまいました。こうして財政は悪化しながらも藩校を整備し殖産工業も推進していた広島藩は、西国の雄藩として幕末の動乱で存在感を発揮することとなります。薩長と並ぶ倒幕勢力の中心に幕末の広島藩浅野家、浅野成隆の子である浅野義輝は幕末の名君と呼ばれた島津成明や山内容堂からも一目置かれるほどの優秀な藩主で、幼少時から聡明で知られていました。しかし義輝は
わずか21歳の若さで亡くなり、分家出身の浅野長通が後を継ぎます。浅野長通とその養子の浅野長琴が幕末の広島藩を主導していくこととなります。浅野長通は、改革派の辻正倉を登用して藩政改革を推進し、洋式軍備も取り入れ、藩の実力を蓄えていきます。一方、広島藩の隣の長州藩は攘夷を唱え、禁門の変を起こすなど過激な手段を取り、ついに幕府によって長州征伐が行われることとなります。広島藩は長州藩討伐の前線基地とされ、大軍が入ってきた広島藩内では戦争景気とばかりに財政が潤いました。しかし、浅野家自体は長州征伐には否定的で、幕府と長州藩の仲介に尽力しており、幕府に命じられた戦法も辞退しています。第二次長州征伐では、大義がないとして出兵に猛反対し、岡山藩池田家、徳島藩蜂須賀家と連名で、幕府に出兵取りやめを進言しています。幕府はこの進言を無視し、幕府軍を率いる老中の小笠原長通は、広島まで兵を進め、さらに藩の出兵反対派である執政2名に対し、謹慎を申し付けます。これに対し藩士たちは、自分たちの進言を無視し、執政への謹慎処分も行うといった行為に対し怒り狂い、広島に滞在中の小笠原を殺そうと息巻きます。怒る藩士たちに対し、藩主の正史であった浅野長琴は、家臣たちの暴挙を押さえつけながらも、小笠原に対し国外退去を要求。結果的に、幕府軍は、広島藩抜きで長州藩と戦闘を開始し、敗北してしまいました。広島藩は、長州征伐後は、幕府を見限り、薩摩藩や土佐藩などとの提携の道を選びます。早くから、大政奉還をすべしと、反論を統一し、土佐藩に先駆けて大政奉還の建白を幕府、朝廷に行いますが、これは無視されてしまいました。その後も広島藩は薩摩藩と提携し、戦争経験豊富な長州藩を巻き込んで薩長芸軍事同盟を成立させ、倒幕派の中心となります。幕府との対決を前に、軍事力強化のために新機体を創設し、近代的な軍隊の養成にも力を注ぎました。その後、かつて提携していた土佐藩が薩摩藩や広島藩を出し抜く形で幕府に大政奉還を建白したことで、将軍徳川慶喜は大政奉還を決定します。この動きに対し薩長芸三藩は明治天皇を守るためとして挙兵し京都へ進軍することを決意し、当時朝敵であった長州藩は広島藩兵に偽装され京都へ進発しました。この時点では朝敵であった長州藩は京都に入ることすら許されておらず、広島藩は薩摩藩と並ぶ中心的な立ち位置にいたこととなります。これら軍事活動は創設されたばかりの新機体が中心となって行われています。そして薩長芸三藩の兵力を中心に京都が固められ王政復古の大号令が発せられることとなりました。その後薩長は徳川慶喜を挑発し鳥羽・伏見の戦いへ持ち込もうと画策しますが、広島藩を主導していた辻正倉は非戦論者で、この頃から広島藩と薩長二藩の間には距離ができ始めます。大政奉還を進めていた辻正倉は藩兵へ大政奉還がなされた以上戦うべきではないと京都離脱命令を出しました。鳥羽・伏見の戦いが勃発しても広島藩は薩摩藩と会津藩の主刀であるとし、出陣はしたものの一切戦わず、立場を交代させてしまいます。これ以降、倒幕の中心は、薩摩、長州、土佐の三藩が中心となり、広島藩は不戦を貫いたことから、逆に諸藩からの嘲笑の的となってしまいました。この状況に対し、広島藩の新機体は大いに恥じ入り、名誉挽回の機会を求めて、遅れながらも、戊辰戦争への参戦を計画します。しかし、広島藩は、財政赤字を理由に出兵を拒否し、これに憤慨した新機体の隊員たちは、自費で戊辰戦争に参戦することを決め、上野戦争や飯能戦争、そして欧州での戦いに従軍します。新機体は、多数の戦死者を出しながらも、奥羽越列藩同盟軍との戦いで活躍し、広島藩の面目を保つこととなりました。昭和まで生きた最後の大名。
明治時代以降の浅野家。明治時代に入り、浅野長通は隠居し、浅野長琴が藩主に就任します。浅野長琴は、新政府で参与、議場などを務めますが、すぐに免職となってしまいます。失政であった辻正倉も、大津県知事などを務めますが、早くに罷免されており、広島藩は、明治政府に人材を送り込むことができず、存在感をなくしてしまうこととなりました。それ以降の浅野長琴は、日本初の洋紙製造工場である有感社を設立、新聞、日本や、家族銀行と呼ばれた十五銀行にも出資、十五銀行では頭取も務めるなど、実業界に身を投じるようになります。有感社は、洋紙の需要がなく赤字続きで経営は苦しかったものの、近代化により洋紙の需要が増えると確信していた長琴は粘り強く経営を続け、やがて渋沢栄一が中心になって設立された王子製紙に吸収されることとなりました。長琴はイタリア公使や貴族院議員も務め、昭和天皇の養育係も務めています。こうして長州征伐や大政奉還など幕末維新の動乱を広島藩の指導者として駆け抜けた長琴は昭和に入っても存命していました。90歳を超えていた長琴はさすがに第一線は退いていましたが、青年将校が起こしたクーデター事件である226事件では、かつての尊王攘夷志士で宮内大臣などを歴任した田中光明と共に青年将校の除名運動を行っています。長琴は大半の藩主経験者としては最も長生きで、この頃には最後の大名として注目される存在でした。長琴は1937年に94歳で亡くなりました。長琴の後は文家出身の浅野長行が継ぐも、長行も高齢であったことから、この浅野長武が浅野家を継ぎました。浅野長武は貴族院議員を務める傍ら、美術史家としても活躍し、国立近代美術館などの評議員を務め、戦後には東京国立博物館の館長を務めています。また、秋篠宮文仁親王の翌頭の儀において、加賀前田家の前田利達と共に名言の儀を執り行うなど、武家の末裔としての活動も行っています。長武の後は、教育者として学習院高等科の教諭などを務めた浅野長親が継ぎ、現在は、かつての広島藩藩校にゆかりを持つ学校法人修道学園名誉学園長を務める浅野長隆氏が当主を務め、浅野家の血を現代に伝えています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。これからもワクワクするような歴史の話をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。他にもたくさん歴史の動画を上げておりますので、よかったらこちらもご覧ください。